はい、どうも、パッサオです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、今、パセイヨさんをいただきましたけどもね、こんなん頑張ってもいいですからね、終わっていきましょう。今回は、先日、サイドファイヤーをされた、パセイヨさんとの対談動画になります。パセイヨさんは、YouTube チャンネルも運営されていて、登録者が1万人を超える人気チャンネルなので、ご存知の方も多いと思います。こちらのパセイヨさんがですね、なんと、会社を辞めて、先日、ファイヤーを達成されたということで、大変恐れ多いんですけど、私の家までお越しいただいて、退職祝いを行いました。これがその時のプレゼントなんですけど、パセイヨさんはですね、ゴルフが好きっていうことで、パセイヨさんのアイコン画像付きのゴルフボールをプレゼントしました。めちゃくちゃ使いづらい退職祝いをプレゼントしちゃいましたね。せっかくなので、対談動画を撮って、現在の生活やファイヤーまでの過程、ファイヤー後にやりたいこととか、気になることをいろいろ聞いてきました。知らない話もたくさん聞けて非常に面白かったですね。ということで、今回はパセイヨさん夫婦との対談動画になるんですけど、私とパセイヨさんの対談動画だけではなくて、私の妻とパセイヨさんの奥さんであるクララさんの対談動画っていうのも撮っているので、ぜひそちらも楽しくご覧いただけたらと思います。今回の対談動画については、パセイヨさんのチャンネルでも続きがアップされているので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。では早速始めます。はい、どうも、パスタです。よろしくお願いします。はい、どうも、皆さんこんにちは、パセイヨです。ということで、今回は東大卒会計士元商社マンのパセイヨさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今回ですね、パセイヨさんになんとわざわざうちの自宅に来ていただいてまして、パセイヨさんですね、この3月末で退職をされてファイヤーをされるということで、実際今もう有給消化中で、もうそのファイヤー生活に入ってるんですけど、それに至るまでの過程とか今後のプランとか、ちょっといろいろ気になるなと思ったので、今回はそれについていろいろ聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろとお話できることをお話ししていきたいと思います。 それとこの動画の後編でおまけとして、奥様同士の対談ですね、あまり普段聞くことができないと思うんですけど、女性目線でファイヤーについてどう思うかとか、ファイヤーした夫に対してどういうふうに思うかとか、そういうことも聞いているので、ぜひ最後まで楽しんで見ていただければと思います。じゃあ早速ではあるんですけど、はい、実際総合商社を今もう有給消化中ということで、有給消化に入ったのはいつ頃からなんですか？そうですね。2月末で最終出社だったので、1ヶ月間有給消化で、今だから3月中旬なんで、まあ、サイドファイヤー入って2週間ぐらいですかね。じゃあ一応今まだ在職中で、3月末で退職っていう感じですね。そうですね。そんな感じです。じゃあ実際今サイドファイヤーをしてる状態だと思うんですけど、生活がどういうふうに変わられた感じですか？いやー、もうガラリと変わりましたね。 結論最高っていう感じで、もうとにかく今は人生自分でコントロールしてる、すごく自分の人生生きてるなっていう感じで、もう本当になんか毎日いろんなことに、今までできなかったことに挑戦して、すごく楽しんでるなっていう感じですね。すごい充実してそうな感じが声のトーンからも伝わってきますね。そうですね。本当に充実してて、朝起きるのがすごい最近は楽しいですね。いや、いいですよね。会社員時代は、ちょっとその辺の朝起きるのとか、なんか抵抗あった時とかもあったんですか？今日は勝負の日だとかって言って気合い入れて起きる時もあれば、当然やりたくない仕事もあったりするわけで、起きたくない日っていうのも結構ありましたけれども、もう今はですね、毎日起きるのが楽しくて、もう前日のうちに明日何やろうってワクワクしながら寝て、でもそのワクワクが大きいと4時ぐらいから起きて作業したりしてますね。4時っすか？そうなんですよ。もう本当おじいちゃんみたいな生活してますね。めちゃくちゃ早いっすね。それすごい。ちょっと具体的にやってることも後で伺っていきたいんですけど、その前にですね、実際、まあ、勤められてたのが総合商社ということで、おそらく日本で働いてる会社員の人だったら、結構、まあ、夢というか、憧れの職業の一つだと思うんですけど、そこを辞めるっていう決断って実際、どうだったんですか？怖くなかったんですか？とてもいい会社でしたし、怖いというよりは寂しい思いっていうのはありましたね。やっぱりこの今の仕事、職場でできることっていうのはたくさんありますから、で、そこでまだ自分30歳っていうことで、これまでやってきたこともあれば、まだこれからできることっていうのもあるので、そこを離れてしまうのは少しもったいないなっていう気もありはしたものの、一方で、まあ、ファイヤーをして自分のやりたいことをやってみるっていう人生も歩んでみたいということで、一旦やめてみて自分でファイヤーをしてみると。で、それで思ったよりもファイヤーがつまんなかったらまた戻ればいいかなっていうのもあって、なので今回退職っていう決断をしてみました。総合商社を辞めて、そのままずっと仕事せずに、まあ、会社員をせずに過ごすっていう感じじゃなくて、まず一旦やってみて、もしそれが自分に合わないなと思ったら、また会社員に戻るっていう選択も全然あるっていうことですね。あ、そうなんですよね。普通ファイヤーっていうと、まあ、後で話あるかもしれないですけど、1億円とか貯めて、生活費が賄えるようになって辞めるっていうのがあるんですけど、うち結構実はそこまで至ってなくって、ただまあ、そこでも、まあ、辞めるって、そんなに大したことじゃないなというか、辞めた後も、会社員としての戻れるスキルもある程度維持しながらであれば、
なんとかなるかなっていうのもあるんで、なので一旦もうやってみようっていう感じの、チャレンジ期間みたいな感じですかね。じゃあそれを許してくれた奥様には、まず感謝。あ、もうそうそうそう。僕のチャンネル見てくださってる方はね、ご存知かもしれないですけど、まあ、我が家夫婦で、まあ、共働きだったんですけれども、まあ、僕が独立してやってみたい、まあ、ファイヤーっていう、まあ、ツールを使って独立してやってみたいっていう夢はね、妻も昔から理解してくれてたんで、だから今回それを僕が踏み切るっていうことではあるんですけど、妻はちょっと引き続き会社員として、まあ、支えてくれてるっていうような感じの期間ではありますかね。具体的にこれぐらいの期間まずチャレンジ期間でやってみようかなっていう期間のメドとかってあったりするんですか？うんうん、あ、そうですね。そこはね、しっかりと二人で話してて、1年間ですね。1年間の間に、まあ、自分の、まあ、事業というか、やりたいことの芽が出るというか、自分がやって楽しいか、そういう成果が出るで自分の幸福度もあるっていう状態が作れるか。で、それが作れたらそのまま続けていくし、で、そうなってくるときっと、まあ、僕の妻も、まあ、転職なのか退職なのかっていろんな選択肢が出てくるだろうし、っていうことで1年間です。逆にその1年間で芽が出なければ、まあ、もう一回僕が、まあ、サラリーマンに戻るなのかっていうことで、1年間まずやってみるっていうふうに期間決めてやってますね。そこは結構うちも似ている感じなので、すごく共感しました。うんうんうん、じゃあ実際そのまま辞めるっていうとき、多分ご自身とか奥さんとかはすごく納得してる決断だったと思うんですけど、周りの人とか、はいはいはい、例えば家族とか、うん、あとは友人同僚とか、うん、そういう人たちの反応ってどんな感じだったんですか？まあ、まずは家族のところで言うと、自分の親には、まあ、あまりファイヤーって言葉は使ってなくって、まあ、実際僕もそのファイヤーって、まあ、言葉はあるものの人によってその形って多分様々だと思うんで、多分ファイヤーって説明してもあんまりうまく伝わらないなと思ったんで、うん、もう素直に会社員を辞めて、まあ、独立して、まあ、フリーランスとして自分の好きな仕事を取りながらやっていきますと。まあ、ただそれなりに貯金はしたので、まあ、それに一部頼りながらやれるところまでやってみるっていう形で話をしたので、まあ、そこはね結構自分の親はすんなりと受け入れてくれたというか、もちろんびっくりはしてたんですけど。そうですよね。もちろんびっくりはしてたんですけど、僕もいろいろ人生いろんなことやってきたんで、もうびっくり慣れしてるというか、あ、今度は独立で、まあ、はいはい、頑張って応援してるわ、みたいな感じではありましたね。で、一方で妻の両親の方ですよね。妻の両親ともいろいろ話はしてきてましたので、まあ僕の、まあ夢というかやりたいこととかっていうのもある程度理解してくれてるんで、まあ今回独立って話をした時も、うん、まあ大変だろうなというのはね、うん、ありましたけどもちろん。まあ大変だろうけど、まあ二人が決めたことなら、まあ頑張ってみなさいという感じで応援してくれてるっていう感じですかね。素晴らしいですね。どちらの両親もすごく理解のある方ですごい応援してくれるっていうことで、うん、否定的な意見っていうのはじゃあ、あまりなかったっていう感じ、ね、そうですね。否定的な意見はなかったどころか、まあ半分冗談でね、あ、羨ましいなとかね、言ったりとか、あ、じゃあ、俺の定年後はそっちで働こうかなとかなんかね、言ってくれたんで、してましたね。そうしたら、家族は結構肯定的だったと思うんですけど、うんうん、例えば友人とか同僚からは相当驚かれたじゃないですか。あ、そうですね。なんかいろんな友人がいて面白くて、うん、まあ独立すればって言ったら、なんでこう、いい会社なのに辞めちゃうのとかっていう声もあれば、あ、そうだよね。なんか俺も独立考えてるんだよね、みたいな。友達もいれば、あるいはね、もう、それファイヤーでしょとかって言って、食いついてきてくれる友達がいたりして、あ、ファイヤー知ってたのみたいな感じで、話したりね、あ、両学長とか見てるよとかっていう話で、そう、意外と繋がったりとかして面白かったですね。僕世代だと結構そういう、独立だったりとか、ファイヤーみたいな言葉聞いたことある人、敏感な人はいたんですが、結構やっぱ年配の人とかになってくると、わあ、なんか新しい面白い生き方なんだね、みたいな感じで、まあ理解はしてるものの、わ、やっぱり若者は本当にそういうことを考えるんだな、みたいな感じで反応してる人もいましたが、否定的な反応はなかったかもしれないですね。あ、もう、最近の若い者はそうなんだな、もう頑張ってみなさい、みたいな感じで見守ってくれてる人が多かったかもしれないですね。いいですね。なんか、イケオジな感じですね、うん、本当に。そうですね。まあ、まあ、僕がファイヤーって言葉を使ってないっていうのもあるのかもしれないですけど、基本的に会社でもやっぱり、フリーランスとして挑戦してみますっていう感じでは言ってるんで。うん、私も実は会社辞めた時、ファイヤーって言葉を使わないようにしてたんですけど、それって、パセイオさんの場合、どういう意図があって、それ、まあ、独立とか、そういうふうなニュアンスを強めにしたんですか？そうですね。なんか自分の中で、まあ、自分もね、ファイヤーしましたって言ってはいるんですけど、チャンネルの中ではね。ただ、ファイヤーって自分の中では一つツールだと思っていて、でファイヤーってやっぱりね、ファイヤーした後何がするかっていうのが多分大事だと思うんで、でファイヤーした後僕の場合はあんまりお金とかに縛られずに自分のやりたい仕事、業務をフリーランスみたいな形でやりたいなというのがあったんで、なのでファイヤーしますってなんかそれただの手段を話してるだけになっちゃうんで、そうじゃなくてそのファイヤーって手段を使ってその時何するかってとこだけを話すっていう形にしてましたね。まあ、その方が理解もされますし、うん、
周りからも応援してもらえるような感じですし、いいですよね。お金あるからもう辞めるんだとかっていうと、ちょっと別な捉え方、やり方がされかねないですもんね。そうですね。そこはやっぱり、伝え方の工夫というか、別にいいとこだけ見せようとかって話ではなくって、ちゃんと分かってもらえるようにっていう形で話してましたし、ね、最初も言った通り、結構食いついてきてくれるというか、そういうこともっと知りたいみたいな感じの人がいたら、そうそう、ファイヤーっていうことで、みたいな感じで、1億貯まったなとかって言ってくる友達もいた。あ、ちゃんとよく知ってるなとかって、いやいや、半分ぐらいだよ、みたいな感じでこっそり言っちゃったりとかしてましたけどね。なんでしょう、ファイヤーに踏み切れない人とか、結構辞めるときに何て言おうかなとか、どう理解を得ようかなっていうふうに悩んでる人って多いと思うので、結構これは参考になるんじゃないかなと思います。ちょっとそもそもの部分ですね、ファイヤーを目指す前の話になっちゃうんですけど、そもそもですね、なんでこんなまあキラキラの経歴がありつつ、そのファイヤーを目指そうと思ったのかっていうところですね、やりたいことがあったみたいな話もあるんですけど、ちょっとその辺も含めてですね、なんで目指そうと思ったのかっていうのを聞ければと思います。自分の力で稼いで自分で生きてる感じっていうのが欲しいなっていうのが結構あって、そういう意味でだから、サラリーマンの中では商社マンって結構自分で事業を切り開いていくって形。なので、サラリーマンの中では商社っていう職種を選んだっていうところから多分そういう自分のやりたかったものが出てるんだろうなと思うんですけれども、商社マンといえど会社員っていう肩書きはあるんで、そこはやっぱりね、思い切って振り切りたいなということでね、会社員っていう形じゃなくって、フリーランスっていう形。で、やっぱりフリーランスってなるとどうしても不安定だったりとか、お金のことが心配でっていうのは多分あるだろうなと思ってましたし、で僕もまあ結婚して妻もいるっていうことなんで、そこはやっぱり、自分の都合を、夢を追いかけるだけで家族を経済的に、不安定な状態にするのは男としてのプライドみたいなのもあって、なのでなんかいいツールがないかなっていうのをずっと探してて、それで、2020年ぐらいにファイヤーが日本で流行り出した時に、これだ、これを使えば自分の夢が叶えられるんだと思って、そこからファイヤーを目指すようになりましたね。ああ、そうだったんですね。じゃあ2020年ってことは結構、最近というか、1年半ぐらい前って感じですね、そうですね。そんな感じですね。ちなみにそれは何きっかけだったんですか？それはね、皆さんも多分見られてる方見てると思うんですけど、中田敦彦さんの YouTube 大学でファイヤーを取り上げられた時に、僕それまでね、ファイヤーってことを知らなかったんですよ。だから結構、遅い方かもしれないですね。このファイヤーを今目指してる人の中で比べても。結構中田ちゃんきっかけって多いですよね。いや、多いですね。周りでもね、多いです、多いです。ありがとうございます。じゃあそれきっかけで目指し始めたっていうことだったんですけど、そこから、じゃあ具体的にファイヤーを目指して取り組んできたこととかいっぱいあると思うんですけど、例えばどういうふうに目標を設定してどう取り組んできたかとか、そのあたり聞いてもいいですか？はい、ありがとうございます。そうですね。ファイヤー目指すに、なんか特殊なやり方があるかっていうと別にそんなことなくって、本当にみんな、世の中で言われてる通り、生活費を見直して、あんまり幸せでは下げないんだけれども、支出を抑えるように、最適化とかって言ったりしてますけれども、妻と二人で話して、どういうところのお金はちゃんと使っていきたいし、ここは削れるよねとかっていうのを話して、節約ですよね。をして、で、余ったお金はどんどん投資に回していく。投資に回していくって言っても別に2年3年で増えるもんではないんで、もう基本的にはしっかり今まで通り二人で稼いで共働きで、で、節約をして残った部分投資に入れて、増えるか減るかわからないけど、とりあえず入れていくっていうだけ。で、あとは、僕たちならではのところで言うと、税金だったりとか、国の制度だったりとかっていうのはしっかり勉強して、ふるさと納税とか、ああいうところって、投資って勉強しても結果にすぐに結びつかないというか、運じゃないですか、あれ。平均点を取るっていうだけで、誰がやっても同じ結果なんですよね。勉強したところで別に結果良くなるわけじゃないんですよね。一方で、ふるさと納税だったりとか、確定申告どうするかとかっていうのは、勉強すればするほど効果が出る場所なんで、そこはね、しっかり勉強して、いい結果が出るように、自分でコントローラブルな世界なんでやってましたね。さっきは投資のお話だったと思うんですけど、投資は平均点でいいっていうふうにおっしゃられましたが、っていうことは、個別株とか、何かこうアクティブな投資じゃなくて、結構平均点を取りに行くような投資をされてるんですか？そうですね。そこにたどり着いたっていう感じで、最初はもちろん、小型のグロース株。日本の株だったり、アメリカの株だったり、IPO 前の当選狙いに行ったり、あと IPO 直後のちっちゃい株分析したりとかっていうのをやってました。で、自分も会計士なんで、財務分析とかは日々仕事でもやってるところなんで、そういう知識あるんだったら自分だったら当てられるのかなと思ってやってたんですけど、これはね、当たんないですね。なんでもうね、早くに諦めて、これは時間かけても無駄だ。無駄だと言うとね、その世界で頑張ってる人もいるんで、だから無駄というか自分にセンスがないっていうのはちゃんともうね、割り切って、諦めて、ある意味挫折というか、ポジティブな挫折ですけどね。なのでもそこはいいや、平均点取ればいいやと。そこに時間かけてももったいないなと。いうことで、さっきも言った通り自分でコントロールできるようなところに集中していったり、もちろんね、本業もしっかり頑張るっていうのは忘れずにで、本業ももちろんその、頑張れば、対価としての昇給だったりとかっていうのもあるんで、そういうふうにも自分でコントロールできるところをガンガンやっていったっていうのが、
ファイヤーを目指してきた道のりって感じですかね。投資歴とか聞いていきたいんですけど、うん、はいはい、いつ頃から投資を始められて、そのまま挫折があったとおっしゃってましたけど、はいはい、どの辺でそういう挫折があって、今のスタイルに切り替えたのかって聞いてもいいですか？投資を最初に始めたのは、大学生の最後の時に、初めてね、1万円の投資信託を恐る恐る買ったっていうのが初めてで、はい、いや、ちょっとこの前ね、見返したんですけれどもね、信託報酬なんと 2% っていうぼったくり投資信託を見事に買ってまして、そう、だから皆さん本当にそういうもんなんですよね、最初ね、と思って。で、そっから個別株をちょっと買ってみたりとか、で、まあもうよく言われてる投資の失敗するパターンってやつなんですけれども、下がったらホールドし続けて、で、上がったらもう1万円利益が出たらすぐ売っちゃうみたいな、本当にダメな投資をやってまして。まあでもね、それで結構実はそんな中途半端な投資をずっと、社会人になってからもう5年間ぐらいやってたんですけれども、うん、まあ、そこで2020年ですね、うんうん、そんな方敦彦さんの動画でファイヤーっていうのを知って、うん、あ、じゃあもっと真剣にちゃんと資産形成っていうのを真面目に考えようと、うん、そこからいろいろと考えて、うん、この世界はどんなに頑張っても結果にすぐ出ないから、うん、もうだったら平均点を取って他のところに集中しようってことで、もう全力でインデックス投資に切り替えてきましたね。じゃあインデックス投資でなんか増やしたっていうよりかは、まあそれまで結構小型株とかそういう売買をされてて、うん、あとは入金力を上げて資産を作っていって、で2020年からインデックスに切り替えて、うん、結構相場が良かったからそれで増えたっていうのもありますか？そうですね、2020年から相場が良かったので増えたのもありますが、まあ実際多分今の私の資産は5000万ぐらいって言ってますけど、うん、含み益投資で増やした分って多分 10% 20% そんなもんなんで、ほとんど元本というか自分で入金したっていう、うん、稼いで節約して残った分っていう感じではありますかね。ちなみにこれチャンネルノート言ってるかわかんないんですけど、実際この、まあなんでしょう、収支状況というか、年間のざっくりとした収支ってどんな感じだったんですか？うん、そうですね、二人で共働きなんで、手取りで1500ぐらいのうち500弱で暮らしてるんで、毎年1000万ガンガン入れていくみたいな感じで、もう必死にやってましたね。なるほどですね。本当にじゃあ投資で増やしたというよりかはもうちゃんと入金力を定期高めていく努力をして、あとはコントロールできるところで節約とか、節税とかを頑張って貯めていったって感じですね。そうですね、仕事は一生懸命やってましたね。仕事のパフォーマンスっていうのも給料に反映されるので、別にまあそれが目的だったってわけではないですけれども、やっぱりしっかりそこはやって伸ばしていくっていう努力はするようにしてましたね。ありがとうございます。じゃあ逆にファイアをするために、まあ、辞めたこととかを聞きたいんですよね、うんうんうん、何かこう例えばそれまでも趣味とか何かこういうのに散財してたとかあったと思うんですけど、何かファイア目指すにあたってこれはセーブしたのか、これは辞めたとか、そういうのってありますか？そうですね。だいぶなんか、ファイヤーを目指すようになって、その中田敦彦さんの YouTube を見てから、人生変わって価値観を変えたというか、まあそれまでは本当に散財結構してて、まあよく言われるところですけれども、見栄を気にして使ってたところっていうのは全部削るようにして、とにかくお金を使うときに、それを使ってどれぐらい自分が幸福になるのかなっていうのは結構意識するようにしていて、で、これ結構やっぱ難しいんですよね。例えば旅行を一つ取っても、ね、いいホテルと、まあ、中堅ぐらいのホテルと、で、安宿と、どれにしようかなってなった時に、絶対高いホテル泊まった方が幸せは幸せなんですよね。うん、ね、で、安いホテルだとか安いけど、ちょっと幸せ度下がっちゃう。で、どの辺かなっていうのはね、自分でいろんなホテルに泊まったりしながら感覚を養っていくっていう感じで、まあ、これぐらい出せば、ある程度満足だからこの辺でいいかなっていう、そのバランス感覚を作るようにして、なので、まあ、それを超えた部分っていうのは確かにもっと出せばもっと幸せかもしれないけど、そんなにもう伸びないな、幸せ度はっていうところで、まあ、それ以上は切るようにっていうふうにはしてましたね。それで、じゃあ幸福度って実際変えてみて、あまり下がらなかったですか？あ、そう、それを気にすると、実はびっくりするぐらい、お金を使わなくても幸せだなってなっちゃって、そう、だからね、本当に二人でお金全然使わずに幸せに過ごしてるっていう感じで、ガラッと変わっちゃいましたね。例えばそれまで何かご夫婦とかで、これ結構お金かけてたなみたいな趣味とかってあったんですか？そうですね。まあ、私海外駐在もしてたんですけど、うん、駐在してた時なんかは、もう毎月飛行機に乗って旅行に行って、いいホテルに泊まってみたいなことをしてたんですよね。まあそれもちろん幸せだったんですよ。幸せだったんですけど、それがなくても実は自分の今住んでる家の近くでちょっと散歩してみたら、なんか新しい発見があったりとかっていうので、それでお金かかんないけど、それもそれで実は結構幸せだよねみたいな感じ。お金をそんなに使わないんだけれども、当時とも同じぐらい、同じかちょっと下がるけれども、そこまで全然遜色ないぐらいの幸福な生活を送れてるかなっていう感じはありますかね。すごいですね。じゃあ結構生活のスタイルとか、まあ趣味とか、そういうのも結構変わったんですか？休日の過ごし方とか。ああ、もう全然違う。年間支出多分3分の1ぐらいになってると思いますよ。3分の1ですか？すごいですね。勝手なイメージなんですけど、やっぱ商社マンとかの方って結構生活で、うん、お金かけたりするのかなっていうイメージがやっぱりあったので、結構そこはパセイオさんのような商社マンも
いるっていうところで結構意外でした。まあ、珍しいでしょうね。まあ、こういう生活してますって仲いい先輩とかに話したりはしてますけど、お前もっと経済回せとかね、もっと金使っていろんな経験しろとかっていうね、いろんな意見はね、あって、まあ、もちろんね、それはその通りだなと思うんですけれども、まあ、いろんな人生ステージあると思うんで、ちょっと今一旦こういうスタイルで暮らしてみようかなということで、もちろんね、そうやっていろんな経験をするためにお金を使うっていうのがね、そういうスタイルもすごい素敵だなと思ってるし、まあ、また今度自分に何か変化があったらそういうスタイル戻ってもいいかなと思ってるんですけど、今一旦そういうのは休憩中ですね。はい、なるほどです。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次の質問いきたいんですけど、ファイヤー後の話もちょっと伺ってみたくて、皆さんファイヤーを実際にするっていうと、資金計画とか、お金の話結構気になると思うんですけど、今後の、まあ、ざっくりとでいいんで、何か資金計画とか、こういう感じでいったら、生活大丈夫なんだよっていうところの話聞ければと思うんですけど、お願いできますか？いやー、ないっすね。いやー、あのね、そう、これよく聞かれるんですけど、まあ、今のは、まあ、半分冗談ですけど、半分本気で、本当にないっていうのはあって、まあ、今一旦、まあ、ざっくり5000万ぐらいあって、まあ、一応目標としては、それは減らさずに、まあ、できれば資産をもう少し増やしていきたいかなっていう感じなんですけど、まあ、あんまりね、今は資産額、資産残高っていうのはそんなにこだわってなくって、どちらかというと今、まあ、妻が、まあ、守りをやってくれて、自分が攻めっていう感じなんで、とりあえず目先の目標としては、自分が、まあ、フリーランスで、お金のために働くってわけではないんですけれども、自分の好きなことをしながら、自分の貢献できるところ、自分を求めてくれてるところっていうところで活動しながらお金を稼いでいって、で、それで、二人の生活費が賄えて、少し余りが出て、それで資産が増えていくみたいな状態になれば、まあ妻も、まあそのまま働いてても構わないし、そこから妻もフリーランスみたいな形になっても構わないしってことで、そういう妻に選択肢を提供できるようなところに早く、まあ一年間の間で行きたいなっていうのが一旦の目標で、まあ資産額、そうですね。なんとなく、まあ1億円はね、憧れるんで、なんとなく見据えてはいますけれども、まあ1億円目指してとかっていうのはあんまり考えてはないかもしれないですね。まあこっち向きならいいかな。あ、すいません。ちょっと可愛いゲストが入ってきちゃいました。はい、家計の負担みたいなところをお聞きしたいんですけど、今って生活費がじゃあ完全折半みたいな感じなんですか？あ、我が家はですね、完全に一緒にしてて、これはもうファイヤーの前からずっと、結婚してからずっとそうなんですけど、もう二人の給与は全部混ぜて、で、そこから、それぞれお小遣いは数万円ずつ引いて、で、残った部分で生活費を出して、余ったのがもう全部貯蓄っていう感じで。ずっとやってきて、今もその感じなんで、まあ今、私辞めちゃったんで、入れるものがないんで、完全にその家計には妻だけが入れてるって状態なんで、大黒柱妻みたいな状態にはなってるんですけれども、私も早くフリーランスで、また入金、家計にできるようにしていきたいなっていう感じですね。まあ奥様の方は給料あると入ってくると思うんですけど、じゃあパセイオさんの方って今、収入的には、なんか YouTube とかの収入ですか？そうですね。まあ今 YouTube で収益化ができてるので、そこから入ってくるものぐらいで、まあ YouTube は、だけで行こうっていうのはあんまり思ってなくて、いろいろ挑戦していきたいなというふうに思ってるんで、そうですね。例えば、まあ今会計士の資格持ってるんで、それ使って会計コンサルみたいな仕事をしたりだったりとか、あとはまあ FP だったりとか、まあセミナーやってみたいなとか、そんなことなんかいろいろ考えてて、作戦を練っているような感じのところですね。ちょっと最後の質問で私も聞こうと思ってたんですけど、まあこれから挑戦したいことっていうところも聞きたいと思ってたんですが、今お話にもあった、そのまあ会計士の資格とか、その商社の時に培ったスキルとか、そういうのを活かして、何かコンサルみたいなこととか、セミナーとか、そういうことにチャレンジしたい感じですか？他にも何かあったりするんですか？いや、今のところは、それですかね。もちろん、この辺は商社でもやってきたことなんですけれども、もう少しなんか、地元の中小企業さんとかを支援するような形の仕事とかにすると、よりスパンが短く、で、自分の本当にやりたい先を選びながらできるかなっていうのは思ってるんで、そんな仕事をしていきたいかなと思ってますね。もう実際どうですか？こう辞めてからそういう仕事につながりそうな話とかそういうのっていただけてたりするんですか？あ、そうです。なんか辞めるまでそんなんできんのかなって不安はあったんですけど、まあ、いざ辞めましたって言ってみると、結構もう先に会社辞めてた同期とかから、あ、ちょっと手伝ってよとか、で、先輩から、お、辞めたのか、こっち来るか、みたいな感じで話もらったりとかしてるんで、今ね、いろいろといろんな人と話をしながら、ちょっと夢を広げてるような段階ですね。いやー、すごい素敵ですね。そういう、まあ、アシストというか。やっぱりでも個人事業主になったとか言うと、いろいろそういうつながりが自然とこうパッパって出てきますよね。あ、そうですよね。やっぱりまあ、ファイヤーの業界もそうですし、個人事業主の業界もそうですし、やっぱり仲間意識っていうか、みんなそれぞれ助け合いたいみたいなところはあると思うんで、自分もこうやってファイヤーの YouTube チャンネルやってると、ファイヤーの情報がどんどん入ってくるし、で、独立しましたって言ったら独立してる人からいろんな情報をもらえたりっていう感じで、結構なんかまさに自分が描いてた、自分と価値観の合う人で暮らしていくみたいな生活にだんだん入っていけてるかなっていう感じがしますね。
いやー、すごい素敵ですね。もう、じゃあ思い描いていた通りというか、そういう風になりつつあるみたいな感じですかね。そうですね。今のところは、まあこれからどうなるか。うん。ね。あの、会社辞めるときも、あの、1年後に隣の席座ってても笑わないでくださいっていう風に言って出てきてるんで、どうなるかわかんないですけどね。なるほどですね。でもまあ、そうならないようにというか、なんとかうまくいかせないように、この1年めちゃくちゃ頑張っていう感じ。そうならないように、そうですね。そうなったらなったらいいかなとか思ってるんですけどね。やっぱり、個人でやってみたけど、大きい会社で大きいことやってる方が楽しいと思ったら、また門を叩いて、もう一回雇ってくださいって言いに行こうかなっていうのも選択肢としては持ってますね。そうか、そういう考え方として全然ありますもんね。そう、昔はね、なんかもう辞めたら、なんか戻れないんじゃないかって思ってたんですけど、よく考えたらそれって誰が決めたんだっけ、別に決まってないよねと思って。ってなるとなんかすごい気持ちが楽になって、今やりたいことに挑戦をしようと。それが間違ってるかもしれないけど、間違ってたら間違ってたら戻ればいいかなっていう感じでやってますね。そうですよね。確かに。別にもう一生働かないとか、もうそういう会社に戻る選択肢をなくしたとかじゃなくて、もうあくまで、まあ、選択の自由っていうこと。あ、そうそうそう。大げさかもしれないですけど、まあそういう今働かないと個人事業をやるっていう選択をしただけっていう感じですね。そう、一時的ファイヤーですね。いや、ありがとうございます。用意してきた質問は以上になるんですけど、ちょっとおまけ的に聞きたいことがあって、あ、はいはい、まあ、これ撮ってるのが3月なんですけど、うん、はい、まあ、ちょうどこれから就活とか、そういう人もいらっしゃると思って、総合商社って憧れてる人も多いと思うんですけど、はいはいはい、でもみんなあの多分、いや、入金力があるのは分かったけど、無理だよと、総合商社入れねえよみたいな感じの人もいると思うので、で実際私、あの総合商社受けてないので、ちょっとそういう感覚分かんなくて、どうやったら入れるんですか、ちょっとバカみたいな。いやいやいや、ありがとうございます。商社に入る人、あの、僕も同期見てきて、本当にいろんな人がいるなと思って、僕は、あの、東大を出てっていうことなんで、まあ、勉強してきましたみたいな感じの採用だったと思うんですけど、そうじゃなくて、本当に勉強一切してきませんでした、アメフトしかしてきませんでしたっていう人もいれば、逆にもうずっと飲み会回せますみたいな感じの人がいたりとか、特定のジャンルは多分通ってなくて、どのジャンルであっても、なんか尖ったものを持ってる人っていうのが入ってるかなっていう感じで、とにかくだから自分の得意なジャンルで一つ何か磨いておくっていうのが多分あのうちの会社に入りやすい、そして入って活躍しやすいっていう感じかなというふうに思いますね。でもその特技っていうのがてっきり勉強とかスポーツって分かりやすかったんですけど、飲み会の感じとかそういうところも良かったんですね。いやあの僕も会社入るまで、いやそういうスキルって本当に大事なのかなって、ちょっとなんかあんまりその大切さを分かってなかったんですけど、はい、やっぱり会社入ってそういう同期を見てると、本当にそういう飲み会でちゃんと回してお客さんに幸せになってもらうところから仕事を引っ張ってくるっていう能力がすごい長けてて、本当にこういう人たちって大事な存在だし尊敬するなって、会社に入ってから同期から学ぶことって本当に多かったですね。ああ、すごい。そうなんですね。いや、そう。だから僕は本当になんか勉強しかしてこなかったんだなって、あ、なんてダメだったんだろうって反省したぐらいでしたね、本当に。それも、なんか僕たちが思い描くルートだと、本当に勉強を頑張ってきて、いい成績取っていい学歴で、ちゃんとやってきた人が入れるっていうイメージだったんですけど、決してそうじゃなくて、むしろそういう風にちょっと回り道してきたというか、何か違う尖り方をしている人の方が順応しやすいみたいなところってあるんですかね。あ、あるかもしれないですね。で、そういう人たちって結構素直で、もう俺勉強できないからっていう風にはっきり言いながら、だけど俺はここで生き残れるんだって言って、そこをしっかりとアピールしながらやってるっていうのがすごく印象的ですね。弱みを補完するんじゃなくて、もう強みを伸ばすっていう、うん。あ、もう本当にそういう感じで。で、勝者って本当にいろんな人たちがいるんで、自分が弱いところがあっても、そこは強い人を頼ればいいだけなんで、なんで自分はこの組織の中で、ここだけは尖ってるんで、ここで活躍できますと。他は全部助けてくださいみたいな感じでやってる組織だったので、本当に組織として大きいことができる場かなっていうふうに思いますね。ああ、そういうことですね。じゃあ、今決して勉強できないからとか、スポーツ頑張ってないから無理とか、そういうふうには思わなくていいってことですね。ああ、そうだと思いますよ。それこそ、これからの時代、例えば、もうプログラミングができますとか、なんかそういう面白い特技一つ出していく。で、もちろん、まあ、コミュニケーション能力とかっていうのはあると思うんですよね。その特技をちゃんと周りに伝えながら、で、自分の苦手な部分を周りを引き出しながらっていう形でやれる人だったら、十分にチャンスあるんじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。ちょっとあの、おまけで、はい、聞かせてもらったんですけど、めちゃくちゃ勉強になりました。よかったです。全然知らない世界でした。ということで、以上ですね、あの、パセイオさんにいろいろとお話を伺ってきたんですけども、私のチャンネルでは、私からパセイオさんにいろいろお話伺わせてもらったんですけど、後編ではパセイオさんのチャンネルで、パセイオさんから私にいろいろと質問をしてもらうっていうのもやる予定なので、ぜひ、あの、そちらの方もご覧いただければと思います。概要欄に後編のリンクも貼っておきます。よろしくお願いします。じゃあ以上で私のチャンネルの方の対談を終わりたいと思います。パセイオさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあここから妻対談を取っていきたいと思います。私からですね、ファイヤーをした男性の妻に対してちょっと質問を振りますので、まあ世の中のファイヤー系の発信って男性が多いと思うので、女性目線での意見っていうのを聞いていきたいと思います。
じゃあ早速一つ目の質問なんですけど、率直にですね、ファイヤーを目指すっていう風に旦那さんに言われた時、どんな気持ちでしたか？なんかまずファイヤーってなんだっていう感じだったんですけど、でも三菱サラリーマンさんの事例がすごい分かりやすくて、まあ話を聞いて説明受ける感じだと、まあわりかし無理ではないなっていうのと、まあ2馬力だったので、そうしたらもっと自分って今まで働くのが当たり前って思ってたものが、あれそうでもないんだなっていうのに気づいたので、あなんか一緒にやってみたいなっていう気持ちにはなるものだったなって感じだったなと。うちはそうですね、割と社会人になったタイミングからもうなんか独立したくて、独立するためにはみたいな本があったので、その起業して貧乏になるかもぐらいのなんか前提でいたので、まあ、ファイヤーっていうそういう考え方があるのであれば、それはなんかもっと保守的な感じにできるんじゃないかなっていうところで、いい方法なような気がするぐらいに思ってましたね。じゃあ続いての質問なんですけど、でも実際にもう仕事どちらの旦那さんも辞めてしまったわけですけども、その辞めた後って実際どうだったんでしょうか？そのイメージ通りだったか、イメージとちょっと違ったかとか聞かせてもらいたいと思うんですけど。視聴者さん方が思うほど素晴らしいものではなくて、あまり変わりはないかなっていう、そうなんですね、ところはあったかなっていう風な感じですね。すごい、もうバリバリに稼いで、家事も全部やってくれて、あなたは好きなことやっていいよっていうほどじゃなくて、今まで外で働いていたり、会社の言うことで働いていたものが自分のやりたいもので働くっていうものと、まあ、私も私で、まあ、自分の目安まで働くっていうのとあんまり変わらなかったのかなっていうのが。じゃあ結構辞められてからもハードワークされてるってことですね、旦那さんは。そうですね、前のその副業で YouTube をやってる頃に比べたら家族の時間は増えたなっていうのはあるんですけど。素晴らしい。はい、なるほど。うちはもうなんか仕事大変そうだなっていうのをすごい見てて分かる感じだったので、まあ、プレッシャーもそうですし、時間的拘束もすごいあるタイプの仕事だったので、まあ、それがすごい自分の自由になんか調整できるようになったっていうところで、生き生きとしていてよかったねみたいな、よかったねファイアできてという、なんかちょっと第三者的ですけど、そういう気持ちがあるのと、まあ本当に なんか私がなんか言うのもなんだかあれなんですけど、家事能力が大変実は高くて、チャキチャキテキパキいろいろやってくれるので、わあなんか助かるみたいな、そういう気持ちが割とありますね。なんか専業主婦を持っている旦那さん方いいねみたいな気持ちですね。そんな頑張って稼ごうとしているので、なんかそういう気持ちいいのかちょっと分かんないんですけど、割といいことが多いです。なんで家事能力高いんですか？なんでなんでしょうね、まあ、一人暮らしの時に割となんかなんでしょう、切り詰めて一生懸命やるっていうことを覚えたみたいで、なんか整理整頓能力が結構高いからなのかな、すごい、なんか私よりも家事ができるねっていうところでサンキューって。うちはまだ修行中なので、本当伸びしろがたくさんあるということ。伸びしろしかないです。はい、ということでパスタオの方のチャンネルの妻対談は以上になります。で、妻対談も後編がありまして、そちらはパセイオさんの方のチャンネルで公開してますので、ぜひそちらの方もご覧ください。